あ、閉まっちゃいました。何階？7階ですね。あ、こんにちは、久しぶりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、そっか、ここか。今日はですね、東京 FM に、15年ぶりにアリストトリスト超能国というラジオ番組の復活で、今日は、この東京の FM 東京のスタジオに来てます。まあね、こんな感じのところなんですけども、あとね、この隣の向こう側とかね、あのいろんなとこ2年半ぐらいやったのかな、やってましたんで、ほぼ生で収録はね、自分はあんま好きじゃなかったんで、まあ、生でほとんどやってたんで、まあいろいろなねエピソードもありました。ただもう15年も前なんでね、全く記憶にございません。はい、まあ今日はそんな番組の復活ということで、一夜限りの復活ということで、ゲスト武藤敬司が2人。あ、お疲れ様です。あ、こっちです。あ、もう時期ですね。6時ぐらいです。あ、金塚さん、こちらです。そのチャンネルの YouTube がちょっと、ありがとうございました、先日は。入りをですね、撮らせていただいております。ありがとうございます。こちらです。膝が痛いな。何にも被ってない。楽しみですね。楽しみですね。今日はラジオなのにそれを持ってきてる。ありがとうございます。ありがとうございます。大切ですから、物まねって。超能ネットワーク、ぜひご覧ください。透明取った。透明、うん、なんで混んでた。混んでなかった。あれ何で来たの。透明来てよ、車来てよ。混んでないでしょ。今日アシスタントで入る菊井翔子です。よろしくお願いします。で、構成作家の柏田さんです。どうぞです。よろしくお願いします。で、なので、あの生放送のタイムキープとかは柏田さんの方でいろいろ指示やりたしながら、はい、まあ、菊井翔さんとあのコミュニケーション取りながらあのコントロールしますので、まあ、皆さんはもう自由にやっていただくという感じで大丈夫です。はい、最初は武藤さんからでいいですか。あ、何は最初だからゲスト招待で、これ栗を武藤さんって言ったら神奈月さんが武藤さんのものまねでやってくれないですか。はい、あ、わかりました。はい、はい、で、俺が途中で、あれ違いますよねって言ってすいませんって言って、神奈月ですって言って、あ、龍気でもね、これ生放送。はい、生放送。いや、武藤敬司さんが本物の紹介ですって形で、本物の紹介。それで最初にモノマネクイズで、じゃあ誰でしょうっていうことで、神奈月さんのモノマネをしていただいて、で、もうそれで最初にあのセンブリ茶を飲んでいただこうというんですが、センブリ茶ちょっとあの普通のセンブリ茶ではなく、もうちょっと飲みやすくということで、ちょっとあのセンブリ茶にとろみをつけさせていただきまして、あのとろろを入れてですね、もうちょっとあの健康によくビタミンを取っていただこうということで、向井さんの引退話になったところで、はい、あのじゃあ前田さんのはどうというコメントです、あのという感じで振って、はい、次、あ、天竜さんはどうなんですか。あ、ありがとうございます。パッパッパッと、その辺をレスラー関係で、いや、それを想像してちょっと待ってくれ。これ外れちゃったって、センブリ飲まなきゃいけない。この次は足つぼマットって、ちょっと足つぼのマットにちょっとですね乗っていただいて、はい、ちょっとあの結構良くしてたと。あの石があるんですけど、ちょっとイボイボがある。じゃあ今マイクチェックでお声を。あ、マイクチェック。はい、蝶野正弘です。よろしくお願いします。武藤さん、お願いします。え、武藤です。よろしくお願いします。すみません、もう少し。武藤です。よろしくお願いします。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、そうです。戦争用ですか。最初ここからスタートの時に、はい、
あのビキニの女の子とかを用意して、はい、でケーキを持ってきて、はい、オープニングですって、ラジオじゃわかんないですか、ラジオじゃわかんないですよ、さらに、やっぱなんか違うらしいの、じゃあ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいね、メンバーすごいですね。よいしょ。超濃厚15年ぶりに東京 FM で復活ということで、今日はよろしくお願いいたします。さあ、ですね、はい、今日はね、はい、たくさんのゲストを呼んでるんですけども、はい、まずねこの方から紹介したいと思います。武藤敬司さん、よろしくお願いします。とプロレスリングのは武藤敬司です。あ、ね、もうね今年引退のもう宣言をしてということで、本当に今日の今日ちゃんと時間通り来たね。いやいやいや、もうね忙しいと思うんですけども、どうですか、遅れるんだよ今日の。武藤さん何時来たの。時間通り来てました。俺さっき15分前だよ。遅いじゃん。ちょっと待って、何にも打ち合わせない。なんか声がちょっと違う。なんかそひげもなんかおかしくない。ひげ、あれなんかそれつけてこれヘランペランになっちゃった。よく見たらもしかしたら、神奈月さんバレました。膝良くない、良くない神奈月です。今日のスペシャルゲストって神奈月さんだけ。神奈月さん、俺がいればたくさん来れますよ。誰でも呼べます。失礼しました。実はですね、本物の武藤敬司さんもいらっしゃってます。武藤敬司さん、よろしくお願いします。お願いします。こんばんは、太田プロの神奈月です。ちょっと待って、逆、あれ神奈月さんどちらでしょう。ノアですか。プロレスリングノア、うんうんうん、で、武藤さんが太田プロの。早速やってみましょうか。はい、皆さんこんばんは、井上陽水。ちょっと待って2割ぐらいしか。ちょっと全然似てなかったですね。100やりますよ。あ、お願いします。皆さん気持ち悪いですか。井上陽水です。あ、それ原監督、それ原監督、これです。原監督、これちょっとさ、ラジオでは伝わらない。そうなんです、さっきからね、ラジオではなかなか伝わりにくいんですけれども、はい、今日は、はい、なんとゲストの、うん、武藤敬司さんと神奈月さんです。よろしくお願いします。これでも神奈月さんがもし武藤さんのモノマネやってるともうめんどくさくてわからないじゃないですか。そうですね、どっちがどっちか分かんない。だからちゃんと言うときは神奈月武藤って言ってくださいね。あ、わかりました。神奈月武藤です。ね、そうじゃないとどっちがどっちかわからない。ラジオですからね。武藤さんは神奈月さんのモノマネはできないですよね。いや、たまにね、イベントでやらされて、うん、やるよ。神奈月さんのモノマネ無茶ぶりだよ、無茶ぶり。いやいや、いつもね、もうネタ分かってるんで、はいはい、近くで見てるじゃないですか、はい、で、ちょっとじゃあ、例えば吉住さんやってって言ってやるんです。吉住さん吉住さん、ちょっと本物の吉住さんのモノマネはどんなの。あ、こんにちは、参っちゃった、また予想始めちゃったよ。え、これをモノマネできるの。これやっちゃう。俺やってない、やったことない。あ、やったことなかったでしたっけ。やったことない。え、うん、やらない、やれないよ。やらない方がいいかもしれない。ね、やれねえよこれ。まあでも今日はどんどん進行は進めてください。もう勝手にやってますから、はい、ここは、はい、はい、ということで15年ぶりに復活したこの超濃厚は、はい、2004年から2007年までレギュラー放送で、2006年12月31日には大晦日スペシャルも放送したという人気番組、はい、アリストトリスト超濃厚、はい、15年ぶり復活。長野さん、今いかがですか。ね、これが原因で多分新日本プロレス辞めさせられたと思うんですよ。まあ、それ冗談ですけども、結構長くね現役時代にやってて、はい、もうギリギリ遅刻しそうな感じでもう本番入って、はい、もうその打ち合わせもなしでやってきた番組だったんで、ただもう15年も前なんで何の記憶もありません。、はい、今日もし俺がとんでもないことをこう、はい、放送禁止用語言ったって、はい、お前責任取ってくれんだよね。いや、ラジオってやっぱりなんとなくこう開放感あるじゃない。なんかね、言っちゃうんだよね。今日生ですから。生だから。見てください、スタッフの皆さんが顔を青ざめております。、ね、はい、危ない、この世代危ないですからね。東京 FM ってさ、うん、橋本がまだね健在だった頃、はいはい、ここになイベントホールみたいなのあるよね。そうだ。で、三重市のイベント最後、多分あいつが生きて最後3人揃ったら最後にやるの。そうそう、ここがね多分最後、
ここの上のね、あ、イベントホールがあって、イベントホール、うん、ここだよね、ここでやってた、三重市のトークショー、うん、トークショーやった、そう、ここが最後だったんですよ、3人集まって何かやったの最後ですよ、あれは。あ、そうですか。今日はですね、うん、もう本当にいろんなお話が聞けるんじゃないかということで、多分リスナーの皆さんも、勝手に入ってくるのやめてもらえますか。今シークリー、いい話、今日は教えてあげます、手あげます、すいません、入ります、放送以外のところで怒られちゃうんで、もうちょっと進行が遅い、じゃあ手あげて進めます、いいですか、神奈月さんのモノマネクイズです。神奈月さんがモノマネするのを我々2人が当てる、説明しますね。今から神奈月さんにある人物のモノマネをしていただきます、はい、どなたのモノマネをしているのか当てていただくクイズです。全員正解すればセーフ、もし1人でも間違えたら全員でデスゲームをしていただきます。団体責任かよ、これ連帯責任になってます。俺もだって出すわけでしょ、出すんですけど、俺絶対間違えないじゃん、なのに間違えたら飲むわけ、おかしいですよそれ。じゃあ全員がじゃあちゃんと正解した時は、はい、ショコリンが、ショコリンが、うん、この3つ全部飲みましょう、うん、それではモノマネをお願いします。優勝する気は一切ありません。はい、ではお答えお願いします。せーの、新庄、新庄、当たったじゃん、はいはい、どうぞどうぞ、ちょっと待って、まだ正解かどうかわからないです。じゃあ神奈月さん正解をお願いします。はい、正解はビッグボス新庄。うわー、新庄さん、あれおかしい、なんで、あれ3倍で3倍、3倍、うん、顔が不安そうですよ、めちゃくちゃ、いただきます、いただきます。え、何、そんなまずいの、そんな、そんなこと、ちょっと待って、ちょっと待って、お前ブレネタやるなよ、お前。そんな、え、そんなまずいの、うーん、え、マジでこれ匂いはあんまりしないですね、苦味と、苦いよね、普通センブリったら、うん、そんな、そんなしないですよ、苦味とこのとろろがもう合わさって、もう最悪ですね、これは。しかもちょっとあったかい、ぬるい感じ、だから余計に苦味が来るんです。苦い、これなんで私が飲んでるんですかね、これ、この苦味は体にいいんだよ、うわ、いや、苦い、でもこれが漢方じゃん、結局神奈月さんも長野さんも飲んでいただいて、いや、これは俺は別になんか、あ、本当ですか、逆になんか効きそうな感じをする、俺ダメです、まあ、でも健康のためですからね。では次はみんなで合わせましょうのコーナーです、はいはい、今から言うお題に該当することを3人さんで一緒にせーのと答えていただき、全員の答えが一緒でしたらセーフ、またまたお一人でも間違っていたら連帯責任で皆さんにデスゲームをしてもらいます。これは何、今度は何なの、罰ゲーム、では、あ、今度の罰ゲームですか、なんとこちら、足つぼマットです。これすぐラジオじゃ分からない。何この足つぼ、今スタッフさんが用意したオレンジのね、そうです、オレンジのイボイボがついた、そう、イボイボ、つぼ、足つぼを刺激するものがたくさん敷き詰められたマットです。これお題は、うん、一番怖いプロレスラーといえば誰、え、一番怖いプロレスラー、俺も答える、そうです、すいません、神奈月さんも一番怖いプロレスラーを答えていただきます。怖いっていう、あれ例えて怖いっていっぱい意味あるよな、いっぱいビビっちゃうっていう方でもいいですし、うん、嫌いな人、嫌いな人っていうのでもいいですし嫌いか、まあ、先輩とかでもいいですけど、嫌いが嫌いだったら、今みんな 目でなんとなくもう、もうじゃあもう行こうか、一番怖い、怖い、一番怖いね、一番怖い、ね、もう僕なんかもうイメージしかないから、考えたらあの人だ、あの人でしょ、うん、よし行こう、いいですか、いいですか、ラジオ、ラジオ、ラジオ分かんないから、俺普通に考えたらこれだと思う、よしよしよし、それでいきますよ、それここでいっちゃう、いやいやいや、今リアクションダメです、ジェスチャー、ジェスチャーダメです、大丈夫大丈夫、それでは一番怖いプロレスラーといえば、せーの、アントニオ猪木、すごい、皆さん揃いました、アントニオ猪木さん、あーよかった、ね、一番怖 い、ね、プロレスラーといえばアントニオ猪木さんなんですか、やっぱりでも世代的にはそうなんですかね、やっぱり、あ、そうなんですか、もう早く罰ゲームの準備してくださいね、え、私ですか、そうだ、また私、そうだ よ、 うだよ、え、この靴脱ぎやすいだろ、靴は確かに、ちょっと私に期待しないでも、ちょっと、痛いの、痛い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 、ちゃんと立って、はい、そこでジャンプ、はい、出身地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 、どこ、地元はどこですか、地元は香川県出身です、香川、香川です、あ、香川県だ、うどん県だ、なるほど、じゃあやっぱまあ好きなものはうどん、はい、さぬきうどん大好きです、食べ方はどういう食べ方が、食べ方は釜玉うどんが好きです、釜玉、玉、はい、じゃあじゃあ、痛い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 、ここからはですね、はい、本題の、あの
武藤さんが7月16日に行われた、ね、武道館大会の、うん、武藤敬司引退ロード第1弾が終わりましたけれども、ね、さあそういったお話を聞いていきたいなと思っております。ね、今日は多分ねプロレスファンの方がたくさん聞いてると思うんで ね、 そうですね、やっぱり、ね、はい、ちょっとその辺のところをしっかり聞いていきたいんですが、まず武藤さん、はい、この引退を思った考え始めたのいつぐらいから、うんうん、いや去年のねあのね夏ぐらいに夏、うん、股関節調子悪かったちょうど、うんうん、あの N1 っていうねノアでやってるあのリーグ戦やってる頃からね調子悪かった、うん、で、うん、まあでも武藤さんもずっとやっぱ膝の痛み膝もね、うん、両膝を人工関節にして、ね、そこからね復帰するってなかなかできないことなんだけども、うんね、復帰したこと自体がもう奇跡ですよね。そう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 ね、ただどっかにやっぱり歪みってくるもんでさ、やっぱりプレッシャーが股関節来ちゃったんだろうな、うん、あの先週のその武道館の試合の時の体調はどうだったんですか、うん、まあそうまだまあ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 だけどもあと数試合って限られてるから、うんね、うん、それこそマラソン走ってゴールまで向かってるっていう苦しいけど、はい、まあそういう最中ですよ。あとね、うん、今日はやっぱりやっぱその OB の人たちとかね、はい、現役の選手たちなんかも含めて、はい、どういう意見があるのかなっていうのもねちょっと後で聞くんですけども、あのね特にね OB の人なんかね前ね長州さんが言ってたの、あいついくら残そうとしてるんだと、ん何を、ね、引退興行というツアーで、うん、大体10億円とか20億円だ、何を言ってんの。いやこれはプロとして聞きたいじゃない。違う、これはだって俺ノア所属なんだよ、うん、ノアのただの一契約社員だよ、うん、いやだけどね、うん、だけどもこのねラジオの協賛入ってるのがねノアと新日本プロレスってね、うん、ここ仲が悪いねとこね、ここを協賛につけちゃってる東京ステップの金森さん、ね、社長も社長なんだけどもすごいね、でさらにそこをまたかけて多分ね、うん、またいじゃんじゃないかっていうのがこの人だと思う、うん、業界をまたいで歩いちゃう、あんまりなんかその辺って関係ない感じじゃないですか、もうまた全部またごうとしてるでしょ、全部の団体をこうまたいで今歩いてるじゃん。正直言うと、うん、いろんな団体からオファー来てんだよでしょ、うん、だけどもう断ってんだよ。いやだってね多分下手したらアメリカの団体とかヨーロッパの団体全部来てるはずだ、そうですね、もう来てくれて最後の試合来てくれと、はいはい、だからねいくら金を残すんだって多分ね多分頭の中で 何億とか多分決まってるはずだね。これもしかしたら来年の春って言ってますけど、うん、再来年ぐらいまで伸ばすんじゃん。もしかしたらインジャパンってつかむしかないおいもうちょっと俺できるよっつって武藤敬司引退インワールドになったら、ワールドになったら多分いろんなとこ行く、はい、でだからちょっとその辺のところをねあの先輩たちの意見も聞きたいんですけども、うん、まずやっぱりね長州さんからちょっと聞きたいんですけどね、どうなんですかね長州さん。刑事お前が本当にお米が好きだな。お前長州さんだって好きじゃないですか。何言ってんだお前が、お前どんだけやってると思ってんだ。しかし長州さん最近羽振りいいもんね今ね出るとこいっぱい出ててね。そんなことはないよ。すいません、やっぱりね今その、はい、石川県知事になったね、はい、八選手っていうのもやっぱ武藤さん のいいパートナーとして、はい、切磋琢磨してきたんで、今はね先生はもうなんと石川県知事ですから、やっぱ県知事からねやっぱどんな思いがあったのかちょっと聞きたいんですけども、はい、長谷県知事どうでしょうか。はい、石川県知事の長谷博史です。いや武藤ちゃんもねよくねここまで掘ってやったよ。あれ俺は出なくていいのかな今度。えって言ったのがあれなんで本当こないだご挨拶行った時、うんうんうん、いつでも体つくとか俺ね、うん、俺 山梨県生まれなんだけど、はい、で山梨の大使してんだけど、うん、今度石川県の大使もしなきゃいけないんだよ。よろしくお願いします。あのねやっぱね武藤さんはねでもねやっぱ後輩もそれでね先輩にものすごいね、はい、慕われてて、はい、まあそんな中でもね結構ねこの人はね難しい人なんじゃないかなと思ってる、前田明さん、前田さんあたりはね、はい、どう思ってるのかね、聞きたいですね。聞きたいですね。前田さん、はい、お願いします。なんか知らん武藤が引退してるなんか俺昔知らん武藤が俺突っかかってさ旅館かなんかで暴れちゃうじゃない。
あ、そんな違ったでしょ、あれ。あん時は本当もう、もうすごかったね、みんな飲んでさ。飲んでもゲロ吐きまくってさ。本当にたくさんの先輩がいるんですけどもね、実はやっぱ新日本系の、ね、先輩たちもいるんですけど、武藤さんは一やっぱ全日本プロレスの社長もやってたし、はい、やっぱこの全日本系馬場さん系といったらね、やっぱねこの大先輩、天竜源一郎さん、天竜さん、まあ、武藤さんもね非常にこう慕ってる、はい、尊敬する先輩だということなんでね、はい、ぜひここやっぱ天竜さんから一言ふとの引退に向けての、ね、メッセージを聞きたいなと思います。よろしくお願いします。いや本当にね、本当にウトチョの本当の伝説をね俺らも蹴ってもね、もう全然煙生まれから大丈夫なんだあいつ本当にもうや腹がね、腹がね、ウトチョね、何やってるか、いやありがとうございました。武藤さん、武藤さんどうですか、今各先輩からこういうメッセージもらいましたけど、これは、うん、ラジオでも通用するよね。ちょっと待ってください、スタッフさん通用センス分かります、分かりました、分かりました、通用するよ絶対これ、うん、テレビ普通そういうものなだか固有名称言ってから喋るじゃん。はい、でこれ言わなくても分かるもんね。いや分かる、分からないですよ。急に急にテレビ、プロレスワンは分かる。プロレスワンは絶対分かる。さあ15年ぶりに今日超能国復活、はい、ということで、いや相変わらずでもひどかったですね、はい、今日もね、はい、もう東京 FM には誰も人がいなくてね、はい、もうこのまま続けて乗っ取っちゃうかと、うん、9時台も本当は8時台もいいですか、うん、皆さん顔が青ざめております。スタッフの皆さん顔が青ざめております。もう、ね、だから誰もお咎めも入れなくてね、あとはスポンサーだけ気をつければいいと。それだけですか、はい、スポンサー、ね、じゃあ武藤さんが飽きて帰るまでやればいいんじゃないですか。もうだんだん飽きてきてちょっとね、おとなしくなってきちゃってますもんね。ギャラはいっぱいもらえるんだもん。いや、それは当然東京の FM だよ。俺も引退しちゃって、ちょっとさ、あと30秒ぐらいで終わっちゃいます。メッセージお願いします。リスナーの皆さんにメッセージを。お願いします。本当にね、天竜さん最後まとめてください。いや、大人の東京 FM、 気軽に出しましたと思われました。いや、ジャンボ釣れた。あ、ジャンボ釣れた。ジャンボ釣れた。武藤さん、どうですかラジオは。面白い。ジャンボ釣れた、同県人なんだよ、俺と。同県人。山梨ね、はい、ここは東京ですから、東京 FM、 皆さん、ね、また超能国愛媛まで。収録終わりでコメントをいただければ。いや、まあまあなかなか平常心で望むことができまして。平常心どういう普段の感じでってことね。そう緊張もなく、いつもの裏の感じで、うん、何も本当に緊張もなく作ることもなく、うん、あんまり嘘も言ってないよ俺。うんうん、じゃあ普段たまに嘘もあ、要するにちょっとみんなの前でのコメント用とかあるんじゃないですか。ああ、うん、もう本当に、うん、素直に。でもこの二人は絶対心つながってるよ。うん。山崎さんどうですか今日ラジオ。いやー楽しかったですよ。もうだって長野さんと武藤さんを前にしてラジオやるって相当勇気いりますね。本当に。ただいっぱい振ってもらって長野さんのまた振りがうまいんですよ。俺は、ね、イベントなんかよくするじゃん。いや最初は今日天気こうなってるけどどうですか吉見さんとか一つ二つはいいんですけど、だんだんめんどくさんできてこれやってっていう、ずらい指差してこれやってっていう、じゃあ次これっつって、そんなふりありますジョノさん。性格がもうおかしい。ありがとうございます。ありがとうございました。長さん最後にでは。はい。ですね、もう15年ぶりのラジオなんですけども、まあスタッフの皆さんもな、15年前のこの面白い番組もう一回やってみようっていう形で、まあその通り行ったかいかないのかもね。まあ前のラジオが記憶にほとんどないんで、疑問なんですけども、このトリオはやりやすい。やっぱ神崎さんがちゃんとコントロールできるし。ゲームあるし、チョルさんその昔やってた時って、はい、チョルさん一人だ。そうですね。他の、俺一人です。そりゃつまんないねきっと。いや
やもうだからもういやりたい放題やってたんだけど、うん、こういうアシスタントがいたんですか。いた2人っけ。そうちょっとそうだな。あだから他に点で1時間点で30分30分1時間きついよなきっとね。でも今日1時間は早かった。いや早いですよ、足りないですよ、ね、はい。だからもう言いたいこと全部言ったから本当ですか。もう出し切ったね。もう出し切った、出し切りました。もうネタもねえもんありがとうございます、はい、ありがとうございました。超の公式アプリケファスタートします。蝶野正弘オリジナルアパレルブランドアリストトリスト。銀座ショールオンラインショップよろしくお願いします。蝶野チャンネル登録よろしくお願いします。アイエン蝶野。